はい、皆さんこんにちは、ワナリングルーシです。今回は戦国バサラーの真田幸村伝ですね、続きの第7章工藤山雄平をプレイしていきたいと思います。では早速ストーリーの方を見ていきましょう。第7章工藤山雄平。関ヶ原を血で染め上げた未曽有の大合戦、徳川率いる東軍の勝利によって幕を閉じた。西軍を率いた石田三成は斬首。ここに徳川指導による新しい国づくりが始動する。そうした中、東軍の将として功を成した信行は今や徳川の重臣となり、真田の丘陵である上田の地を与えられるまでに至っていた。一方、上田城で徳川軍を食い止めながらも、西方として敗軍の将となった正幸と幸村、二人は徳川家康の裁量で死罪を免ぜられたものの、高野山は工藤山へと送られた。その地で豊臣家の行く末と家康に付き従う信行に思いを馳せつつも、幸村は正幸と共に束の間の平穏な日々を送っていた。しかし正幸は土地の病を得、床に伏せってしまう。ただ一途に父を介抱する幸村であったが、戦国随一の食わせ者、その死は間近へと迫っていた。はい、というわけでやっていきたいと思います。実はですね、さっきこちらのシナリオをプレイしたんですけども、ボス戦というか、いきなり正幸とか信玄とか、ネタバレになっちゃうんですけどね、武田信玄とかと戦うんですが、なかなか強敵で、一回死にました。で、今回は2戦目になります。では早速プレイの方を進めていきましょう。良い天気でござりますな、親父様。お天道様も、ほれ、あのように。親父様！まだおっちんじゃいねえよ。でもまあ、のんびりしてもいられないかね。これは で、ここで正幸と戦うんですが、正幸はですね、戦国の気にしサラダ正幸、正真正銘の千秋楽。ご覧の通り体力ゲージがですね、命なめ打ち披露いたし2個あるんですね。なんで、ま、早い話が真剣勝負ってやつさ。血と子水いらずでね。しかし親父様、病がそのお体では。しかしもかかしもかかもないよ、小せがれ殿。だからこそだ、この老いぼれには時間がないんだよ。小せがれ殿にはこの正幸が伝えられる全てを伝えておきたいんだ。しからば神妙に拝聴いたしますゆえ、どうかお血しかれよ。まずは屋内へと。バカ、こういうもんは寝物語見たくしとやかに語り聞かせるもんじゃないっての。父と子である前に男と男だ。伝えるって言いや拳と拳だろうが、こいつは武田家伝来の秘奥義よ。武田と申様、
信玄公の。もうほぼこうやってはめて殺す以外にはないんですよね。わしも7日並ばず殴り合ってな。いやはや懐かしいね。間を開けると結構ね食らうんですよね、正行の攻撃で。まあ、ここは無難に。その通りと言いたいところだが、おやじ様、強いね。このスバゲリ合いもなかなかですね。秀吉ほどではない。心の準備をしておけよ、お客人。あるお人、まさか。あ、いや、しかし、いかなおやじ様でも。よし、まあこれで一つ。さて、お客人にもおなじみのこの帽子、種も仕掛けもござってそろ。俺より取り出したるは山、風走る静寂の林、その奥にそびえ立つ火の山でござい。これで信玄が。信玄に。このゴジは。おやいかにも。わしが甲斐の信玄も。武田信玄である。信玄公は。信玄ももうハメ切れに。今は亡き親方様。殺していくしかないですね。鍛え上げた強靭な肉体と。とてつもなく巨大な心で全てを正面から受け止め、時に激しく時に優しく、その全てを抱きしめ、一歩ずつ前へ前へと進むお方であった。正行が来い、雪村へ。風林火山とは何ぞや。僕答え。はっ、風林火山とは早くほど風のごとく、静かなほど林のごとく、侵略すること火のごとく、動かさること山のごとし、武家秘書の一つ、孫子にある一節を抜粋したものにして、兵法においては軍領。違う。怖い七つで人質として武田へ下ったわしを友として接し、上にも下にもつけなかった。足だけではない、親方様は老若男女、強気も弱気もまず分け隔てなく、皆一人の人として平等に接した。理屈ではないぞ、雪村。心じゃ、武士の心で答えてみせい。心で答える。皆だの心のうちに風林火山を宿しておる。無論雪村、お主もじゃ。お主の風林火山はまた格別に熱い。虎に対してここで上たぎる心の打ち込む。我が心の風林火山。それは人に甘いということではない。むしろ厳しさが勝るものだった。なぜなら、真に平等に接するとは、互いに等しく責任を負うことでもあったからだ。思い出すがいい、雪村。幼き日の刹那、
心の内に燃えたぎった熱き炎を。むしろあの信念が戻ってきた。心を焦がす青き炎、その己の熱き心で答えた。貝の虎って言われたところに多分ね遊園してるんだと思いますね。この雪村の心に宿るし熱き風林火山、すなわち風林火山とは心のあり方そのもの、揺るぎない己の形。親方様はいつもおっしゃっていた。全ての人が真に平等に暮らす国を作りたいと。皆が皆の責任において皆のために尽くす。そうやって皆で力を合わせて国を形作ってゆく。強いね信玄やっぱり。ただこれで終わりだ。さあ答えてみせい雪村。うお、ここで結構食らったな。わしは上田でそいつを実現させたかった。親方様の夢をほんの少しでも。信玄強いね。ここも小競り合いは。痛い。しかしこの痛みにはぬくもりが、心が、教えが、慈しみが、愛がある。ここでまた正行。どうだった親方様は。まさに火を吹く山のごとき御仁でござりました。それじゃあここからはこの正行、くたびれた老いぼれ親父の愚痴を最後だと思って聞いてくれ。親父様。雪村、わしはな嬉しいんだよ。お主も信行もこのわしのせがれとは思えるほどまっすぐに真っ当なもののふに育ってくれた。まあ兄弟揃ってバカがつくくらい真面目で正直、おまけに頑固ってのがちょいとたまに傷だけどね。信行に至ってはとにかく一足飛びで何もかも軽々と超えていきやがる。足元なんざ目もくれねえ。道端に咲く小さな花なんざ気づきもしねえ。そんな不器用な様も愛おしくて仕方ないのさ。まったく親バカってやつはどうしようもねえや。つまるところわしは信行をこのまま放ってはおけないのよ。あいつわしの背中を追っているつもりだったようだが、そうさらない。幼き日に焼き付けたまぶたの裏の幻を追っていたんだ。わしはあいつに計らずも記述を仕込んじまった。その幻の背中を追っかけながらあいつはぐんぐん加速した。わしの期待に応え大股で一目散に。そこに本物の背中が現れた。戦国の世をかたどったように荒々しく眩しく鮮烈でどでかい背中が。織田信長、やつの存在が真剣な幻を一発で吹き飛ばしちまった。幻が消えた後は核のごとしさ。あいつは消えた背中を探して別の背中を追い始めた。信長、秀吉、そして今は家康だ。ラッシュはかまどと野郎の家康が嫌いだ。だが確かにあの男は信長や秀吉にないもんを持っている。人の痛みを知り理解し、己のうちにきっちりしまい込んでおける隙間があるのさ。
まあ、あの野郎の場合、しまい込んだらはいおしまい。何もかも背負い込みたいだけ。ただの自己満足さ。だがそれじゃあダメさ。しまったもんはちゃんと取り出せなきゃダメだ。思い出せなきゃダメなんだ。わしにはそもそもそんな隙間はなかった。親方様に憧れ持ったふりをするのが精一杯だった。信行は持っているはずだが、いかんせん飛ばしすぎよ。何一つ拾っちゃいねえ。でここからが本題さ。個性あれば気づいているかい。お主の持ってるんだよ、十分にでっかい隙間をね。しかも西に落ちてるもん目ざとく見つけてちゃんと拾い上げてやがる。そいつをすっとばかし信行に分けてやってくれ。あいつに追いついて渡してやってくれ。兄貴に気づかせてやってくれ。落ちてるもんがどれだけ綺麗で大切かってことを。ついでにこのヤツガレの落とし物も拾って持ってってくれ。頼んだよ、コセガレ殿。正行の移動が多くなってきましたね。引き込みづらくなってきて。今はじゃあバサラ技を決めましょうか。よし、これで正行のところに行って、喋った喋った。コセガレ殿の言う通り、今日はいい日和だ。信行に伝えてくれ、雪村。しかと、この雪村、しかと見てみなよ、あの花を。小さくてもしっかり根を張って咲いてら、立ち止まって寝そべりゃ誰の目にも映るってもんだ。綺麗だね、上田じゃ。今どの花が見頃かね。
そうでござりまするな。この時節なれば裏山戸はい、というわけで、黒山雄平ご覧いただきました。まあ、ちょっとね、セリフが多かったので、あまり、実況はしませんでしたが、楽しめていただけましたでしょうか。ここで雪村が固有奥義。風林火山を取得したというところですね。はい、というわけでですね、今回はここまでにして、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。